ボンの振付を初めて見たとき、多くの人が感じたのは、リエハタの影響力です。彼女はナンバーアンダーラインアイのメンバーと深い信頼関係を築いており、そのため振付にも彼らの個性が存分に反映されています。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンがリリースされたとき、ファンの間では大きな話題となりました。しかし、その振付に関して公式に誰が手掛けたのかが発表されていないことに驚いた人も、 多いでしょう。今回はその背景にある物語とナンバーアンダーラインアイの創作プロセスについて探ってみたいと思います。日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むナンバーアンダーラインアイの新曲ボンは音楽だけでなくダンスパフォーマンスでも話題を集めています。しかしその振り付けに関する情報が公表されていないことがファンの間で議論を呼んでいます。今回はなぜ ボンのコレオグラフィーが秘密に包まれているのか、その背景や関係者の思いを深く釣りしていきます。まず、ボンが持つ破壊力と、その独自性について触れないわけにはいきません。翔くんがプロデュースに関与していることは知られていますが、実際の楽曲とダンスのクオリティには驚かされました。振付師が誰であれ、この曲のエネルギーと表現力は見事で、聴衆を魅了しています。 新曲、ボンのプロデュースには、メンバーの将軍が大きく関わっているとされています。彼のプロデュース能力はすでに高く評価されており、ファンからも絶賛の声が上がっています。しかし、誰が振付を担当したのかについては明らかにされていません。ファンの間では、ダンサー兼振付師のリエハタさんが、ボンのコレオグラフィーに関わっているのではないかとの推測が広まっています。 リエハタさんはこれまでにもナンバーアンダーラインアイのダンスを担当してきた実績があり、その洗練されたスタイルはファンの心をつかんできました。しかし、今回は名前がクレジットされていないため、様々な憶測が飛び交っています。ボンのコレオグラフィーが公開されない理由については、複数の要因が考えられます。まず、制作過程での時間的な制約や、アルバム全体のバランスを考慮した結果である可能性があります。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、楽曲ごとにプロデュースを分担しており、全員で話し合いながら最善の結果を追求しています。また、振付師の名前が公表されない背景には、個人的な理由やビジネス上の判断が関与していることも考えられます。リエハタさんが過去に情報をリークしたとの噂もあり、それが彼女の名前を公表しない理由の一つかもしれません。しかし、これについては確証がないため、 憶測の息を出ません。ボンの振り付けは非常に高度で、一部のファンからは真似できない、との声も上がっています。これは、振り付けが単なる見せ物ではなく、アーティストの表現力を最大限に引き出すためのものだからです。リエハタさんが手掛けたダンスは、ナンバーアンダーライン愛の魅力を余すところなく引き出しており、その芸術性に多くのファンが感動しています。しかし、一部のファンは、 この複雑さが逆にパフォーマンスの魅力を損なっていると感じています。特に技術的な難易度が高いダンスは、一見してその美しさや迫力が伝わりにくいこともあります。この点については、ナンバーアンダーラインアイが今後どのようにファンとの距離を縮めていくかが重要です。振付師の名前が公表されないことで、一部のファンからは不満の声も上がっています。しかし、ここで重要なのは、 アーティストや関係者のプライバシーを尊重することです。プロとして最高の作品を提供するために、関係者全員が最善を尽くしているのは明らかです。名前の公表がないことが作品の質を損なうわけではありません。また、ファンがアーティストに対して嫉妬や批判を向けるのではなく、彼らの努力を認め、応援することが求められます。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーもファンの期待に応えるために全力を尽くしており、その姿勢に対して感謝の気持ちを持つべきです。ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンは、その革新的な音楽とダンスで大きな話題を呼んでいます。今後、彼らがどのような形でファンとコミュニケーションをとっていくのか、そしてどのようにしてさらに高みを目指していくのかが注目されます。 振付師の名前が公表されないことは一時的な問題に過ぎないかもしれません。大切なのはナンバーアンダーライン l i の音楽とパフォーマンスが多くの人々に感動を与え続けることです。そのために彼ら自身も新しい挑戦を続けていくでしょう。一部のファンからは嫉妬や批判の声が上がることもありますが、それは全く建設的ではありません。ナンバーアンダーライン l I のメンバーや、 振付師がどれだけの努力と情熱を注いでいるかを理解することが重要です。彼らが生み出す作品は単なるエンターテインメントではなく彼らの人生の一部であり、その価値を認めるべきでしょう。今回のミニアルバム制作にあたってナンバーアンダーライン I は楽曲ごとにプロデュースするのではなく、コンサートに向けて短期間で多くの楽曲を完成させる必要がありました。そのため、 複数の振付師が関与し、それぞれが2、3曲ずつ担当するというシステムが採用されました。これはアメリカのインタビューで明らかにされています。ボンの振付は非常に複雑で、一般の人が真似するのは難しいとされています。そのため、振付師の名前を公表しないことには、特定の理由があったのかもしれません。一部の無責任な噂やアンチの声が影響することなく、 純粋に作品のクオリティを楽しんでほしいという願いが込められているのです。ナンバーアンダーラインアイは現在、持ち曲が6曲しかなく、ミニアルバムをリリースしたばかりです。彼らは今、世界に向けてリーチを広げるために全力を尽くしています。オーディションやバトルに出る時間があるなら、作品作りに集中したいという姿勢が見て取れます。彼らの目標は、トロフィーを獲得することではなく、 音楽活動を通じて世界に影響を与えることなのです。平野翔さんへの期待が高まる一方で、彼がバックに支えられている現状をどう捉えるかは、ファンそれぞれの視点によります。あるファンは、公正な評価を受けることが彼の本当の価値を証明するものだと感じていますが、実際には彼がやりたいことを実現できていることが重要です。 シークレットで登場し、実は彼だったというドラマティックな展開を夢見るファンもいますが、現実はもっと複雑です。今後も女性の振付師に仕事をオファーすることができなくなると、ナンバー・アンダーライン・アイにとっては大きなマイナスです。ファンの過激な行動が影響を与えることなく、彼らの才能と努力が正当に評価されることを願っています。ナンバー・アンダーライン・アイの新曲、ボンに関する物語は、 単なるエンターテインメントを超えて多くの要素が絡み合っています。振付師の名前が公表されない理由には、業界の複雑さやファンの期待、そしてアーティストの創作プロセスが深く関与しています。この物語を通じて、私たちはエンターテインメントの裏側にある真実と努力を垣間見ることができます。最後に、あなたはエンターテインメント業界の裏側についてどう思いますか アーティストや振付師の努力がどのように評価されるべきだと思いますかあなたの意見をぜひ聞かせてください。最後に読者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたが応援するアーティストやクリエイターに対して、どのような形で支援や感謝の気持ちを伝えていますかまた、作品の背後にいる見えない人々の努力をどのように評価していますか音楽やダンスを楽しむだけでなく、 その背後にある物語や人々の思いにも目を向けてみると、より深い感動が得られるかもしれません。